リキタロットリキですさて本日もですねこのように起こりうる自称事案をスピリチュアルの視点から考察していきたいと思いますよろしくお願いいたします私百力雄ことリッキーはここならにて電話占いメール占いを始めておりますこの動画の概要欄にリンク先を貼っておきますので要チェックアウトあとですね えー、電話占いの方なんですが待機時間を Twitter の方で告知することにいたしましたその Twitter のリンク先も概要欄に貼っておきますのでこちらもよろしくお願いいたしますと、えー、2日連続で3日目になるんですが高橋大輔さんから入り村本香中さんと来てそしてすごく気になってなんかもう。 リクエストされたわけではないんですがもう自分が気になって占いたくて本日はクリリス・リードさんをちょっっとと占ってみたいと思い思ます。このクリス・リードさんが、えー、2020年の3月15日に他界されています。まだ若いで,す30歳で非常に見るからにナイスガイですね。 ちょっとクリーミーな優しい感じのなんていうか、自分的にはね。若い頃のニコラスゲージに似てるかなって感じました。一瞬迷っとしてるんだけど、だけど激しさは秘めてるみたいな。まあ、うんクリスリードさんの方がイケメンですけどね。<laughs> ニコラスゲージのファンの方怒られました。<laughs> 自分はなんかワイルドアットハート出てた頃のうん、なんかニコラスゲージっぽいなと思いましたね。 すすごくいい映画ですよワイルドアトトハートちょっと女性に女性からするとちょっときついかなっていう映画だけどね確かデヴィト・リンチが監督だったと思うけどかなりアグがうんやっぱり強い映画で女性にはちょっと不向きかもしれないけどねただ非常にいい映画。 ワイルドアット,アットなんかその頃に出てた、うん、ニコラスゲージを彷彿とさせるクリス・リードさんえー、このクリス・リードさんなんですが、えー、浴宿、金曜日生まれの浴宿の方です浴宿は安住宿に属しております本命級が階級、カニノミヤですねカニノミヤに関してはこれはちょっと難しい級と言われてますねちょっと硬い、まあ陰湿な級と言われてます そしてですね。ここが2つダブってくるんですが、エトが蛇です。で、さらに獣将尉が金色の蛇医療の神ギリシャ維新のアスクレピオスの杖に巻きついているヘビ。蛇その金色の蛇。となってます。だから蛇が2つ入ってくるんですね。 で少し深めに名誉を見ますと本命宿である翌宿がですね門在白衣。これは軽門在白衣だから非常におっとりした方であまりお金に頓着しない頓着しなかった方じゃないのかなと感じます。 で大きく当たってますのが平門兄弟。非常に家族を大事ににさされますね。でさらにプラス女宮が当た,って当たっているので村本香中さんと組む前は実のはお姉さんと組んでたみたいなんですけれどもだからそこら辺が明里に出てますよね。非常にこう家族とのつながりが強く出てますね。 でこのクリス・リードさんが持ってる激しさ、まあ、ラテン系のダンスをよくやってらっしゃった方だと思うんですがこの方が持ってる激しさっていうのが四肢球に少し当たってるかすかに当たってるあ,たとあとですね剣門破門の逆になるんですが検問が加害に当たってるんです、ね、これはともすると人に危害を加えてしまう。 こう、犯罪に手を染めてしまうっていう暗示なんですね。そういう激しさも持ってらっしゃる方なんですよ。だけれど、ホロスコープ見たところ、まあ、おおよそ本当に優しいホロスコープですよ。だから人とこう競り合って、トップにガツガツ上がるような意識の方ではないんじゃないかなと感じました。すごく優しい。 ことまあ抑止が属している安住宿が非常になんか反映してる感じがして見た目もやっぱりその長身で非常にこうマイルドな感じのちょっとなんか迷ってしてしるぐらいのだけどなんかどっかその激しさをちょこっと感じさせるぐらいのさでも私はだから若い頃のニコラス・ゲージに感じたんですけどねすごくかっこいい方だなそんな風に感じました。 で昨日占いました村本香奈さんが「静粛」なんですね。で静粛が非常に大切な人としべちする暗示っていうのを持ってるちょっとこう切ない部分のあるまあ静粛自体非常に強い粛なんだけどそういう不条理感みたいなものを背負ってる粛清であるんですね。で村本さんが目入りした時がちょうどこのクリス・リードさんが亡くなられた。 2020年に当たってるんですね。それでなんか、うんなんか少し自分はなかクリスさんのまあ今日占わさせていただいてるんですがで、で実際クリスさんが亡くなられた、えー、2020年の3月15日ですね。クリスさんの ホロスコープから見てみると縄文電卓医のところに当たってるんですね縄文電卓医。でクリスさん亡くなられる直前にはもう日本にこの来日する予定でもう荷物も送ってた矢先に心臓突然死とされてますが、まあ、起こされて、まあ、他界されたと。でちょうどだから クリスさんのホロスコープから見ると縄文電卓位っていうのが当たっててこれ読むとどういうことかっていうと自分のホームタウンに対するインスピレーション何か導かれるようなインスピレーションを感じているそういう暗示が出てますね。ただ非常に穏やかななんかクリスさんの見た目のまま非常に穏やかなシーズン。 でこの年は、まあ、公宿にあたるんですがクリスさんの翌週から見ると暗宿にあたります、ねまあ暗海の暗海だから非常に暗かな年かなただ暗の先には何があるかっていうとなんですね何かこうノスタルジーみたいなもの 自分のホームに対するノスタルジーに釣られた先にある会になんか到達してしまったのかなっていうような感じがしました。でこれはもう偏見以外の何者でもないんだけれどもアメリカ人の突発的な死心臓麻痺による突発的な死で一番最初に連想してしまうのがドラッグなんですよね。で次に連想するのがステロイド、まあ、ステロイドもドラッグですこれは偏見でしかないんだけどね。 クリリス・リードさん見たとこ非常にナチュラルな方で、まあ、そういうことはやってないと思うんですけどどうしてもアメリカ人っていうとやっぱりドラッグカルチャーが非常に浸透してるんでそれを疑わざるをえないただ本当に不思議ってや不思議なんですよねなんか本当に、うん、優しいこうシーズンに非常にほんわかしたシーズンになんかスッと消えてらっしゃる。 それがなんかすごくなんか、まあ、ある意味クリス・リードさんらしいィアらしいんだけどやっぱりなんか一つのこうなうん、今日はちょっとねそこら辺をタロットで見てみたいと思います。 あそれで2枚のカードを用意しましたもちろん下に仕込んでおりますとこの4枚抑止くですので取りを携えておりますさあ行きましょう ちなみにリクエストありがとうございいまますすね順を追って占ってて占きますしかし私リッキーもね自分でなんか占いたいことがもうフィギュアの世界で出てきてるんでちょっと自分で占いたいことも <laughs> 自発的に占っていこうと思ってはおりますだけどアイスダンスの動画をこのとこ結構見てたんですがいいですよねすごくなんかこうなんかアダルトな感じがしますよすごく。 見てて、うっとりするやっぱりこう男と女のハーモニーうんこう競技のま,まあまあの、うん、その競技でしょうけれどもあの、オリンピックとかでもね競いってるわけだからただまたいわゆる競技のフィギュアスケートとやっぱりちょっと違う感じがしますよねなんかねよしとさてでは 2020年3月15日30歳でこの世を去られましたクリス・リードさんの「エ n ジバー見てみたいと思います。メイこれは二重国籍的な、うん、立ち回りに同化を感じてしまっていた。現実に お母様が日本人でハーフだから、まあ、現実にこう現実なんだよねそれが現実なんだけれどもやっぱり人間ってシチュエーションに影響されてしまうからあんまりこう行ったり来たりしてるとこうアイデンティティがブレてきちゃうんだよねだからひょっとすればちょっと根なしぐさのような気分になってしまっていたんじゃないかなうん「ペンタクルの2」が出ましたねそして「5」。 どんうん、しかししっかり本当の自分っていうのは分かってらっしゃる方素朴なくらいにちゃんと自分の足元見てて身の丈も測れてる本当はこうこれが原動力なんだけれどもやっぱなんかこう日米日米のこうなんかそういう立ち回りにちょっと何かこういらっしゃったのかもしれないね。でタイ 愛に関するインスピレーションを受け取れなかった助言を聞けなかったかな対と名語体そして名語対、えー、逆名語体シャドウで入れますと、うん、このピエロからの解放まあこれは悪い意味でということになっちゃうね。 でゴーうーん私は今このヘビが一番最初に目に入ってきましたねギリシア維新アスクレピオスのヘビ黄金のヘビこのヘビの一神この毒が増幅して回ったかなという感じかな。自分の中にこう溜め込んでた憂い事。 それが淡いものであっても自分の中に留めちゃうとぐる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 回って毒系を帯びてくるとやがてその毒に自分自身がまあ当たっちゃうというかねそして体精神を包括した物質的な損失うこの場合で言うとやっぱり粗雑体である肉体をまあ失ってしまったといったところかな。 用、うん、の側にう,うんちょっとだけどあれかなバランス取ってる最後一枚行きましょうドンと非常に親族家族にまつわる暗示がすごく出てる方なんだけれども何か ちょっと行き当たってしまっていたような思いっていうのがあったのかもしれませんよね非常に家族思いで家族を大切にされていたんだけれどもそこから浮上してくるまあ疑念みたいなものそういうものがあったのかなある意味こう熱いラテン系のダンスからその 情熱からのまあ解放とも言えるよねゾーンからまあ外れた白人と黄色人種のこうミックスなんだけどなんかそこら辺のバランスがちょっと悪くなって何かこうアイデンティティの危機というか不具合みたいなのを起こしてたのかなっていう気はしますね。ただこれクリスさんらしいでしょちょっとおどけた同警を演ずるみたいなさ。 すすごく優しい方ですよでやっぱり翌縮で翼持ってっから生き返してるでしょあの外国に縁がある宿でもあるんでね翌縮はただ本来非常に素朴な方だと思いますよこんなん出ましたいかがでしょうか、うん、今回は誰からもリクエストされてなかったんですがフィギュア関係の方自発的に占ってしまいました まあ、昨日の村本香奈さんもそうなんだけどなんか高橋さんから入って村本さんそしてクリスさんにたどり着きましたうーんさまざまな星模様がありますただクリスさんのホロスコープはすごく優しいですよ非常になんかクリーミーでよし インを燃やしようとしようは気圧し凝固しそしてまた陰をなさこれ生命無限の波動の波紋のはうおいや <laughs> いいね、コメント、チャンネル登録、そしてリクエスト、いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロット、リッキーでした。それではまた、バイバイ。